回はですね、こちらのオレンジです。このオレンジを使った飾り切りを、2種類紹介したいと思います。オレンジの飾り切りね、簡単なものから結構難しいものまでね、いろいろあるんですけど、今回はもう誰にでもできるような簡単なものを、2つ紹介したいと思います。ではまずね、これオレンジ半分だけ使いますんで、まず半分に切り落とします。はい、こんな感じですね。そしてこちらね、上下を少し切り落とします。はい、こんな感じですね。そしてこれを、4分の1今回もね、大きさに切りたいと思います。そしてね、まずこれね、身と綿の間に包丁を、もうここの辺りまでね、入れていきます。はい、こんな感じです。切ってしまわないようにね。そしてそのここの皮の部分をね、斜めに切り落とします。こういう感じですね。わかりますか？こうなってたのをこういうふうに切り落としました。そして切り落としたこの皮の方の尖ってる方をね、外側に出すようにして、この間に挟み込みます。こんな感じです。簡単でしょ？でもこれちょっと見た目がね、ちょっとおしゃれな感じになって、これが一つ目の簡単な飾り切りです。めちゃくちゃ簡単ですよね。もう一つやってみたいと思います。先ほどと同じようにね、この皮と身の間に同じようにぐーっと切り込みを入れていきます。こんな感じですね。そして皮目の方に、ちょっとここ難しいですけどね、くっつかないように切り込みを入れます。こんな感じです。そしてこの反対側にも同じような切り込みを入れます。こういう感じになります。こういう感じです。ここがね、切り込み同士がくっついてしまわないように、ね、ちぎれてしまうので、こういう状態にしてね、これをね、こういう風に折り曲げて、ここの部分がウサギの耳になるようにしたいんですけど、このままだと、この皮が厚いのでね、曲がらないので、この綿の部分、ここをね、少し切り取ります。はい。ちょっとね、この綿の部分、切り取った分、薄くなりましたね。そうすることで、こう曲がりやすくなります。はい。こういう感じになります。ちょっとこう、ウサギの耳みたいな感じでね。こういう感じです。これちょっともう一回ね、2種類の飾り切りやってみたいと思います。これ先ほども残った4分の1の部分、これを半分に切って、1つを8分の1の大きさにします。まず最初やったら1つ目ですね。簡単ですね。この身と皮の綿の間ですね。ここに切り込みを入れて、斜めに切る。そしてこれをここに差し込む。これだけですね。すごく簡単です。もう一つは、先ほどね、さっき切り込み、分かりやすくするために切り込み入れましたけどね、今回先に綿の部分を切り取ってしまいます。これぐらいですね。そしたらこの皮の部分薄くなるんで、ここに切り込みを両サイドから切り込み同士がくっついてしまわないように、こういうふうに切り込みを入れます。そしてこれをくるっと返すと、はい、こういうウサギのような感じですね。見た目かわいい感じになります。はい、こういう感じですね。
これが今回の、オレンジのね、最も簡単なオレンジの飾り切り2種類です。飾り切りというのはね、やっぱ見た目でも、楽しんでもらうというね、おもてなしの心がね、入ってますので、食べる人に喜んでもらうという気持ちですね。ですからこういうね、簡単な飾り切り、覚えておけば、いいと思います。今回は以上でした。